ミルテームル・ミルアレクペル・オグルイ・ヤクボフ、民族名、ミルテームル・ミルアラクバル・オグル・ヤグボフは、ソビエト連邦で活動した、アゼルバイジャン人の政治家、チェキスト。1904年11月6日、ロシア帝国バクー県バクユで生まれた。1920年6月から1925年9月まで、アゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国のバクウソビエト、共同管理上級管理官を、 同月から翌1926年8月まで、バクウソビエト組織部責任初期を務めた。同年までは、バクウ労働者学部の夜間部で学び、同年9月から1930年7月までは、モスクワ測量研究所土地測量学部で学んだ。翌8月から1933年5月までは、VI レーニン記念全連邦農業。 科学アカデミー科学研究ソフ父ー図研究所でも学んでいる。学生時代の1927年に全連邦共産党へ入党。1933年5月からは故郷へ戻って、アゼルバイジャン高等共産農業学校の部長や副学長を務め、1936年6月から1938年3月までは、アゼルバイジャンコムソモール中央委員会第一書記を、 同月からは、アゼルバイジャン共産党中央委、第三初期を歴任。同年7月18日から1941年4月7日、までは最高会議議長につき、同時に1940年3月から1941年3月までは、党中央委宣伝、宣導部部長を、また同月までは、同部初期も務めている。 1940年4月4日には、アゼルバイジャンの共産化20周年を呼び、ソビエト化、石油産業、農業発展への貢献を称して、レーニ人勲章を授与されている。同月6日から1943年6月1日までは、内務人民委員を務め、その後も1950年5月25日まで、チェキストとして、内務省国家安全保障上級調査。 国家安全保障委員、三党国家安全保障委員、中条まで承認してゆき、この間に1941年11月28日には、国家安全保障体制構築を称して、赤星勲章を、1943年6月15日には、政府の任務の勇敢かつ模範的な履行を称して、赤旗勲章を、翌1946年2月25日には、 労働赤旗勲章を1949年8月24日にはバルト三国モルダビア国会沿岸からの住民の強制追放への貢献を称して再度赤旗勲章を授与されている。ヤクボフはプリボイ作戦の他にもアゼルバイジャンにおけるトロイカの一員として大粛清に加担しザカフカースからのドイツ人やポントス人、メスヘティアトルコ人や その他の反体制派の中央アジアへの追放に関与し、当中央位、第一初期ミルジャファル・バギロフの配下として、人民委員会議議長及び最高裁判所長官、テームル・クリエフと共に、二人のテームルの一人として恐れられた。その後もヤクボフは1950年5月から1954年8月まで、連邦内務省予備役中将。 1950年6月から1952年4月まで、アゼルバイジャン共産党中央位、第2初期、同月から翌1953年4月まで等、幕府衆周囲、第1初期を歴任。同時に1952年10月14日から1956年2月14日までは、連邦共産党中央関西委員でもあった。しかし、連邦党中央で、 ラブレンチー・ベリアが失脚するや、ヤクボフは、クリエフと共に、ベリアとその子がい、バギロフを避難し、1953年4月6日、自身は、バギロフの後釜として、アゼルバイジャン共産党中央位、第一初期へと収まった。だが、翌1954年2月12日には、第一初期を解任され、1956年8月8日には、 連邦共産党からも除名され、1957年までハズマスの缶詰工場長へ左遷された。同年からはアズプロドストロヤで設計見積もり技師を務めていたが、1970年2月13日に幕府で死去した。ありがとうございます。